カサードの一例コスタリカ料理は果物や野菜をふんだんに使うマイルドな味わいが特徴の料理である。コスタリカはかつてスペイン領であったほかヨーロッパやアジアなど世界各地からの移民が住んでいるために料理も多種多様でありスペイン料理やイタリア料理中華料理などそれぞれの国地域の本格的な料理を楽しめるレストランが多数ある。地元の郷土料理は 国民の愛称からティコ料理、またはコミーガティピカと呼ばれており、他の中米諸国の郷土料理と同様、黒インゲン豆、赤インゲン豆などの豆類や肉類、バナナなどが食材として使われているのが特徴である。標高差のある国土を利用して、キャベツやブラックベリーなどの温帯の作物も周年収穫することができるため、食材の種類は豊富である。前述のように、コスタリカにおける、 食の中心は豆類や肉類であり、また米も主食として日常的によく食べられる。メキシコ、グアテマラやニカラグアなどの他の中米諸国と同様、トウモロコシの粉で作った薄いクレープ状のトルティーヤも様々な料理と共に食べられる。他に魚介類も食べられており、代表的な料理の中には、セビチェのように魚を使ったものもあるが、通常は魚介類よりも、 肉類の方がポピュラーである。豚肉は比較的値段が高く、牛肉や経肉ほどには使われない。家庭料理では、じゃがいもや人参をトマトソースで煮込んだものなど、トマト風味の煮込み料理が多い。味付けの基本としては、ピーマン、セロリ、玉ねぎなどの野菜が使われるほか、香辛料としてコリアンダーやクミンがよく使われる。唐辛子の塩は割と少ない。 市場の風景中央奥から時計回りにガジョピンと目玉焼き、野菜料理、揚げた、プランテン、床おじゃでカルネ。ありがとうございます。